映画の都ハリウッドにはビッグスターのスキャンダルがつきもの。おいてなお整形を繰り返しながら恋の浮き名を流すエリザベス・テイラー。そしてつい最近もデビュー以前に撮影されたブルーフィルムが発見されたと噂されるあのマリリン・モンロー。だがここに彼女たちをも上回るすごいスキャンダルクイーンがいた。関係を持った男実に数百人、おまけに大酒飲みで人の悪口を言い出すと止まらない毒舌の持ち主。映画で演じる役柄はいつも悪女、魔女、超アバズレといったものばかり。彼女こそ女優タルラ・バンクヘッド。ハリウッド人士たちはその名の代わりに彼女をこんな風に呼んでいた。アラバマの竜巻女、そしてアラバマの台風。ここに恋の怪物女の物語が始まる。銀幕のスキャンダル女王伝説。怪物女優タルラ・バンクヘッドは主に1940年から50年代のハリウッドで活躍した。当時のハリウッドでは毎日ゴシップ誌を開けば彼女の恋のスキャンダル記事が載っていない日はないほどであった。ある時は自分が本物のブロンドであることを示すために公衆の面前でノーパンのまま平気でスカートをまくり上げた。だがこれほどまでに自由奔放な性格はどこで作られたのだろうか。タルラは1902年アラバマ州の下院議員の娘として生まれ、経済的に何不自由のない少女時代を送った。ただ一つ、母はタルラの出産後間もなく産後の日立ちが悪く3ヶ月後に死亡していたのである。家族の中には母の死がタルラのせいであるという空気が流れており、いつしか父は酒と女に溺れ家に帰らなくなってしまった。そしてタルラは黒人のメイド一人に育てられたのである。そのせいで寂しがり屋で一人ぼっちになると不安になってしまうという性格が作り上げられたのかもしれない。そう、愛が必要だったのだ。少女時代の彼女はそんな寂しさを紛らわすように常にボーイフレンドがいた。気に入った男の子を見ると自分から近づいていったのだ。しかし父親に対してはひどくわがままで、会えばすぐに喧嘩する始末。持て余した父は彼女を修道院付き学校に入れてしまった。ここなら男の子に色目を使うこともできず、わがままな行動も取れまい。父はそう思ったのだ。しかしあろうことか、男の子がいないならと女の子に次々と興味を抱き、10代にしてレズビアンの道にも目覚めてしまったのである。まさに恋なしには生きられない女。羨ましいな。そんなあまりの問題児ぶりに学校は次々にたらい回し、タルラはあるがままの自由奔放な自分を受け入れてくれない世間に早くもうんざりし、社会の強制する女らしさというものに反発を覚えた。そんな彼女は自分の進む道と思い定めたのは、当時唯一女性にとって開かれた職業ということのできた映画女優。タルラは学校で密かに映画雑誌を隠し読み、スクリーンへの夢を膨らませていったのである。そして15歳で学校を卒業すると一人でニューヨークに出てオーディションを受けまくった。しかし来るのは取るに足らない小さな役ばかりだが、女優以外に自分の生きる道はないと思い定めたタルラは21歳の時アメリカを捨て、新天地ロンドンへ渡って心機一転出直すことを決意した。こうして渡ったイギリスで彼女は思わぬ幸運をつかんだ。オーディション会場の控え室で他の役者が緊張する中、一人マイペースで堂々とした彼女の姿がプロデューサーの目に留まり、いきなりザ・ダンサーという舞台の主役に大抜擢されたのだ。そして演じることになったその役は劇場的で怪しい悪女の踊り子。まさに自分にぴったりの役。タルラはピカデリーサーカスで開かれた公演で思う存分この役を演じきった。するとどうだ、人々はタルラの奔放自在な演技を絶賛に積み絶賛。劇場には連日長蛇の列ができ、記録的ロングランとなってしまったではないか。評判が評判を呼び、様々な有名人までがタルラの舞台を見ようと詰めかけた。その中には後にアラビアのロレンスとして知られる T.E. ロレンス、映画監督のアルフレッド・ヒチコック、後のイギリス首相あのウィンストン・チャーチルに至っては同じ舞台を繰り返し5回も見に来るという熱の入れよう。その成功に目をつけたアメリカのパラマウント映画はタルラと長期契約を結んだ。
彼女はロンドンで大成功したアメリカ人女優の看板を引っ提げて1931年故郷アメリカへ凱旋、念願のハリウッド入りを果たした。しかしハリウッドの一流の役どころを与えられたにもかかわらず、彼女は私のやりたいのはこんな取り澄ましたレディー役じゃないわと断ってしまう。彼女はある詐欺師、私の罪、悪女と深海、顔のない女と自分の性格に合った作品にばかり出るようになった。そして華やかなハリウッドで様々な男優たちと浮き名を流し、それを正直にベラベラと喋る、まさにスキャンダルの女王になっていったのである。ベラベラ喋るの困るな。彼女の自伝にはこんな実話も残されている。彼女は4人の映画関係者がクラブでブリッジをしていたところに姿を現し、そして、私はここにいる3人の男とはもう寝てるの、だから今度はあなたと寝たいわ。後で噂になるぐらいならこの場で言っておいた方がいい。彼女は事実を言っただけのこと。そんな彼女を一番燃えさせたのは、プレイボーイとしても有名な中年俳優ジョン・バリモア。彼女は毎日彼の楽屋に通い彼を追い回した。ある日のこと、バリモアは、なあ、今夜俺と一夜を過ごしてくれるなら。本当？今度の映画の相手役にしてあげるよと誘った。そんな、私取引のために恋をしてるんじゃなくてよ。あまりの率直さで肘鉄を食わせた。英語やな。しかしこの率直さが時には顰蹙を買うこともあった。タルラは旅先で偶然当時の超人気スターダグラス・フェアバンクス・ジュニアと結婚したばかりの新妻、女優ジョン・クロフォードがハネムーンを楽しんでいるのに出くわした。あら、ジョン、おめでとう。こちらがニューハズバンドね。ご紹介するわ。そんな必要なくてよ。この人なら私一度寝たことがあるの。あなたは2番目、私の後ってわけ。じゃあ、ごめん。この言葉があまりに強烈だったため、タルラが主催するパーティーにはその後しばらくは誰も来なくなったという。そんな彼女にもついに映画史に名を残す機会が訪れた。サスペンスの巨匠アルフレッド・ヒチコックの救命艇。実はヒチコックはタルラのイギリス時代の舞台を見て大いに気に入っており、救命艇のこの役は彼女しかいないと大抜擢したのだ。だがここでもタルラは問題を起こした。この作品は全編救命ボート1艘の中で展開するという得意な設定。彼女はボートのセットにはしごで登らなければならなかった。ところが、なんてことなの、信じられない。なんとタルラは相変わらずノーパンだった。これに他の出演女優が抗議し、七国が間に入る大問題となった。しかし彼女は決してノーパンのポリシーを曲げずにそのまま撮影を続行した。その苦労の甲斐あって救命艇は作品的にも興行的にも大成功。彼女はついに名女優としての栄光を手にした。だがレズビアンと男あさりは相変わらず続いていた。そんなあくまで自分に正直に生きるタルラに対し、人々は決して嘘をつかない女と、むしろ敬意さえ覚え始めていた。この大衆的人気に目をつけたのが当時大統領に就任したあのハリー・トルーマン。彼は話題作りにと彼女をホワイトハウスに招待したのだ。タルラは当日一人の女性と共に会場に姿を現した。だがその途端、招待客の間にどよめきが起こった。自分のメイド黒人のローズを連れてきたのだ。人々は囁いた。まさかこのホワイトハウスに黒人を。しかし周りのそんな反応に驚いたのはむしろタルラの方だった。ローズはいわば母親代わり、晴れの席に自分の大切な人と一緒に出席しただけのことなのだ。大統領は唖然としながらも2人を迎え入れた。しかし実はこのローズこそホワイトハウスに入った史上初の黒人女性となったのだ。このニュースを聞いたアメリカ国民はまたもやタルラの率直さに胸を打たれた。50を過ぎてもタルラは相変わらず酒と男を愛する恋多き女。彼女はテレビやラジオのトークショーにもその活動の場を移し、持ち前の毒舌で世の無人をぶった切った。その痛快さがまた人々を引きつけた。そ
そしてたまに出演するものといえば、なんとバットマンの宿敵、その名もブラックウィドウ。おいてなお奔放なタルラは、お上品な老婦人役など決してやらなかった。1968年、恋と酒と率直さに生き抜いた女性タルラ・バンクヘッドは66歳で息を引き取る。その最後の言葉は、もう少しバブをちょうだい。かっこいい。彼女こそ自分の欲望に正直に生き抜いた女。そしてもちろん亡くなった時もパンツは履いていなかった。